皆さん、こんにちは、こんばんは。マイリトルファームを始めて、半年目。このまま続けられるか、やめちゃうか。今、最大の危機が訪れています。このマイリトルファームの動画の第10回で、狭い土地を有効活用という動画をアップしたんですけども、 はい。その後ですね。こんなことになっちゃいました。<laughs> はい。私のファームです。なんかこっからなんか見えてんの、見えてますね。こんな感じにですね。埋めたものが出てきてるっていう状態なんですけど、ここはなんかもうちょっとなんか、 開けてみたみたいな開けてなんだ開けて空っぽにしてみてるって感じですねファームに空き巣が入られたような状態というんでしょうかタンスの中を全部開けちゃってる状態というんでしょうか前々回の回でですねいいこと思いついたと思ってこの木の間にあのあまり好きじゃないデコとかね ちっちゃいデコ、一マスしか使わないデコをどんどん埋めていったんですよ。埋めて、こういう木でこう隠しちゃえと。こう、こう隠す見えなくなって、おお、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃんって。そうすれば、果物の実がどのぐらい実っているかも見やすいし、余計なものは隠せるしで、お、これはいい。 っていう風な風にアップしたんですけどねデコレーションがねまたですね今あのお金もたまってきたので次の工房を建てたいなーという風に思ってたんですよお金がたまってきたので次の工房をそろそろ建てたいなーと思ってたんですよでショップの方を見ながら 何にしようかなとかこう思ってましてゼリーメーカーかなーでもゼリーメーカーの木果実が必要になるからねそうすると枯れ木がもっと増え,ちゃ増えちゃうんだよなとかねそうするとスナック工房かでも31万3000円遠いな遠いなというふうに思ったりしながらですねアイテム まずじゃあ、グリーンポイントを増やさなきゃいけないなと。グリーンポイントを増やすためには、ショップの中のデコを増やさないと。このデコを置くことでね、グリーンポイントというのがたまることになってまして、グリーンポイントの数が今とても足りなくなってるのでね、もっとデコを置いていこうかと思ったわけですよ。そしたらですね、なんとデコの デコを設置できる数が決まっていまして、100個までしか置けないということがですね、改めて今、その現実に直面してしまったわけですよ。ちょっとこのメニューのオプションを見てみるとね、よくある質問という中に、デコを設置数超過というメッセージが出るのですが、はい。 デコ設置数についてご説明します。咲クフェンスとタイルは200個まで、デコは100個まで、フロアは150個まで設置できますと書いてます。で、あの、デコは100個まで、これがグリーンポイントにですね、関係してくるわけですけど、この100個を超えちゃったわけですよ。細々としたやつをね。で、ええー、っと、 なりまして、ではこのね、埋めてたやつを、もう一回掘り返しなさなきゃということになっちゃったんですよ。100個という限られた中で、グリーンポイントを上げるには、1個でグリーンポイント1位とかいうのは、できるだけもう撤去しなきゃいけないなと。撤去して、その代わりに、えっと、もっとポイントの高いものを置き直すという作業をしなきゃいけない。 ことになっちゃったんですよ。それで今ね、あの果実の間に埋めてたもの、何を埋めてたか見たりとかしてるんですけどね、もう心が折れそうになっています。で、しかもね、このね、よくある質問の中でね、もう一個、工房やデコは保管・販売・削除ができますかって書いてます。 工房は保管販売削除はできません。ただしデコはいつでも保管箱に出し入れできます。で、いらなくなったデコはコインと一緒にドリームデコの材料としてご活用ください。レベルアップに使ったデコはなくなりますが、ドリームデコのレベルはアップします。ということがですね、中にですね、書かれてるんですけど、ドリームデコって 何なのかがね、もうさっぱりわかんない。誰か教えてください、もしわかる人いたら。でも教えてもらった時にはもしかしてもう挫折しちゃってるかもしれないんだけどね、このゲームを。うん、どうしたらいいんでしょうね。うーん、全々回やらなきゃよかったとか思ってます、その狭い土地を有効活用の会。 あのもやるならもっと早い段階ね、うん、とデコ製地数が100に迫る前うんデコの数10個とか20個の時はね多分ね果物の木の間に入れていくという作業は見た目も綺麗で有効だったと思うんですけどねちょっとねタイミングが悪かったということですね私のやった。 中にこうしまい込んだ途端にデコ入れ替えなきゃという事態に陥ってしまったものですから今ちょっと落ち込んでますどうしようかなーと悩んでいますでも面白いんですよこのゲーム面白いから悩んでいます最後までご視聴ありがとうございました